さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は算数の問題の回答を間違えると先生が全力で襲ってくるゲーム、バルディーズ・ベーシックスのリメイク版に新チャプターが追加されたとのことなので早速遊んでいきたいと思います。おお、また新しいチャプターが追加されたのか。情報を提供くださった視聴者様ありがとうございます。今回はどんなストーリーになっているんだろうな。私も詳しくはわからないんだけど、バルディ先生の学校が火事になってしまったとか。なんだって。ではスタートです。ということで始まりました。今回やけにおしゃれな始まり方だな。ここは、バルディ先生の学校？なんでこんな荒れ果ててるんだ。これは火事が起きた後の話なのかな？廃墟見たくなっちまってるぜ。他のみんなはどこに行ってしまったんだろう。うまそうだな。全チャプターに負けず劣らず力入ってますねー。写真。ほ？教室にワープしたぞ。何これどういうこと？主人公は過去の記憶を思い出してるのか？ってことはこれは主人公がバルディ先生の生徒だった頃の記憶？先生おるやん。謎の安心感。何やってるんだろう。これ以上先生に近づけないんだけど。フォートナイトのキャラクターに落書きしてるのか？あのゆで卵みたいな頭ほんと好き。廊下に出てみるか。あ、縄跳び娘じゃん。いつもみたいに縄跳びさせてこないけど。ただ突っ立ってるだけ？近づいてみよう。もしかしてまだまともだった頃の縄跳び娘なのか？あ。ゲームが始まった？左上に記憶を6つ集めろって出てるよ。この光ってるのが記憶かな？そうみたいだね。おお、他の記憶割と近くに落ちてるぜ。今の音は？何かが近づいてきてる？出たー。このバルディ先生。いつもと雰囲気が違うんだが。目が光ってたね。あれは完全に野獣の目だった。記憶の中のバルディ先生怖すぎー。ふむ、どうやらバルディ先生に捕まらずに6つの記憶を集めればクリアのようだな。本家と同じシステムだとすれば、記憶を回収するごとに先生の移動速度も速くなる？だろうな。このステージの構成で爆速バルディ先生から逃げるの結構難しそう。確かに見たところ障害物なさそうだし先生を巻くの難しそうだな。おまけに主人公の移動速度めっちゃ遅いし。近い。記憶2つの段階でこの移動速度って。今の声は一体なんだ？まさかバルディ先生以外にも敵キャラが。おいおいマジかよ。縄跳び娘。目がすごいことに。ダメ。ああ。最悪の組み合わせきました。終わったなこりゃ。じゃあ。うん。難しいやつだこれ。リトライだ。よし、それじゃあやっていくわよ。2回目だしスピーディーに行動したいところだな。先生ちゃんと来てるわね。え？今回縄跳び娘の登場早すぎない？どこだ？地下？さっきと同じパターンだぞこれ。今回は逃げられるかも。よく聞いたら縄跳び娘の声可愛くなってるのな。でも縄跳び5回飛んだ後の発言すごい悲しそうに言ってなかった？また近いうちに遊びましょまとな発言の後泣いてたな。なんなんだろう。てかリメイク版では縄跳びじゃなくてジャンピングジャックだよな。そうだったわね。先生結構近いぞー。まだ追いつかれはしないかな？3つか4つ目の記憶あたりから先生の移動速度がかなり速くなるな。今回アイテムとかないのかしら？一応ソーダの自販機はあるが使えなさそうだぜ。アイテムなしで先生から逃げなきゃいけないのねー。辛いな。これ記憶を回収する順番も攻略に大きく影響しそうね。適当なルートで回収してたらあっという間に先生に追いつかれるだろうな。ただ記憶の場所がわかりやすいのはありがたい。おお、
近くに残りの3つあるじゃん。横並びに配置されてるのが痛いな。先生は最短距離で迫ってくるから横移動したら速攻捕まるな。このルートじゃ厳しいかもね。なんだあや。教室の一部かな？ここまで進めた感じ的はバルディ先生と縄跳び娘だけっぽいな。これで校長先生もいたらたまったもんじゃないよ。アップデートで追加されるかも。鬼畜すぎー。よし残り2つだ。いけるかなー。一応まだ少しは先生との距離があるぜ。あとは彼の移動速度次第ね。あの姿のバルディ先生が無言で迫ってくるのほんと怖いわ。あと2つこの先だっけ。方向的には合ってると思うが気が多すぎて先が見えんな。やばいな、結構早い。先生の移動音が近づいてきたな。あった？ギリギリ間に合うか？5つ目行けたとしても6つ目が。あと1つだ、頑張るんだぜ。近いようで遠い。あ。ダメだー。頼む、手加減してくれ、あと少しなんだ。うわあと一つだったのに、うまいことできてるなこのゲーム。次こそはクリアしたる？あと一つあれから何度ラスト一つのところでやられたことか。お願いだー、そろそろクリアさせてくれー。いける、いけるぞこれ。あと少し。きたー。やっとクリアできた。は？霊夢の言ってた火事ってこれのことか。待って、制限時間があるんだけど、あと1分ちょいの間にこの学校から脱出できなければゲームオーバーってことか。また一から記憶を集め直すのだけは絶対に嫌だー。何が何でも脱出してやるんだー。しかしなぜか地に、先生のこと嫌いな生徒が学校に火をつけたとか、それはいくらなんでもやりすぎだろ。もしくは生徒が算数の問題の回答を間違えすぎて呆れたバルディ先生が火をつけたのかも。バルディ先生がそんなことするようには見えないけどなー。真相は次のチャプターで明らかになるのかな。なかなか出口が見えないな。残り時間1分切っちゃった。本格的にヤバくなってきましたねー。他の生徒はみんな先に避難したのかな。もしくは焼け死んだか。この火事の生き残りが縄跳び娘やポンコツロボなのかな。てか主人公は一体何者なんだろうな。ただ者じゃないのは確かね。おい残り時間30秒を切ったぞ。そろそろ出口出てきてくれなきゃ困りますよ。お、あれは、出口？ギリ間に合うか？あ、割と余裕かも。いけー。どうなったの？やったー。マリサ、クリアできたよ。おめでとう。結局あの火事は何だったんだろうね。次のチャプターで何かしらわかるかもな。早くチャプター4来ないかな。はい、ということでチャプター3はこれで終わりのようです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。